なんかいろいろ知事に裁定を申したときに件がありますけど、はい、あれも、まあ、期限が7月なんで、ちょっと結論を待たずしてやることになってしまうので、結構残される、まあ、新しい市長が対応することになるかと思いますが、その点についてはどう考えますか。まあ、新しい市長、まあ、場合によっては新しい市長は取り下げるということもあり得るかと思うんですが、場合によって取り下げが効くものなんですか。そこまで確認したいんですか。制度上できるそうです。じゃあもしかしたらそうするかもしれないですね。ただそれは市長の裁量じゃないですか。私がとやかく言う話じゃなくないですか。さっきもお伝えした通り、市長としてやるべきことはやってきたので、はい、県に対してその申し入れはしました。そこまでが私の仕事ですので、その結果を見届けるってのは必ずしも違うんじゃないですか。どうでしょう。